こんにちは、プラモ教師郎です。今回もよろしくお願いします。フィギュアの仕上げに入ります。まずは肌をクレオスの薄茶色で塗装しました。そしてズボンを、これはジーンズですかね、それを自分で調色したブルーで塗装しました。靴はレッドブラウンで塗装しています。シャツの部分を塗装しました。少しグレーを混ぜたホワイトです。帽子をダークイエローで、ゴーグルをブラックグレーで塗装しました。髪の毛はレッドブラウンを使いました。胴体のシャツも塗装しました。ベストをダークアースで塗装しました。カバンは能力色で塗装しています。チータのフィギュアもまず薄茶色で肌を塗装します。ズボンはオレンジに少しイエローを足したもので塗装しました。上着をイエローで塗装しました。髪の毛は鑑定色で塗装しました。パズーよりは明るめにしてみました。つや消しクリアを吹いた後、シャドウを入れます。青い油絵の具でシワの部分を塗ります。溶剤を使って自然に見えるようにぼかしてあげましょう。シャドウが終わったら水色でハイライトを入れます。ハイライトも溶剤でぼかしてあげましょう。こんな感じで各部に陰影をつけていきます。各部にシャドウ、ハイライトを入れた状態です。同じようにシータのフィギュアもシャドウ、ハイライトを入れます。まずはズボンからです。そして上着の方も同じように、使っているのは油絵の具です。続いて顔に陰影をつけます。油絵の具のバーントシェンナとオレンジ、そして白を混ぜたものでシャドウを入れました。そして溶剤で湿らせた面相筆でぼかします。続いてハイライトです。先ほど使った色に白を混ぜたもので入れました。シャドウの時と同様に溶剤でぼかします。シータのフィギュアも同じように仕上げました。瞳にデカールを貼って、乾燥後に透明レジンでツヤを出しました。デカールはキット付属のシールではなく、他のキットの余りを使いました。ゴーグルのレンズも透明レジンを使用しています。シータのフィギュアも完成です。お墓を少しホコリっぽくします。溶剤で薄めたウォーカーソイルをランダムに塗りました。特に文字のところに顔料が残るようにしています。乾燥した状態です。放置されてやれた感じが出たのではと思います。お墓に備えるお花を作ります。伸ばしランナーと紙で作ります。デイトナグリーンで塗装しました。花はワコウの紙製ジオラマアクセサリーを使いました。ガイモールド、天空の城ラピュタ、ロボット兵ジオラマ、完成しました。劇中のシーンに模型的演出として倒壊した宮殿を配置してみました。宮殿のベースはスタイロフォーム、柱は 3D プリンターでの自作品です。地面に生える草原はグラスアプリケーターを使用しています。お墓は 3D プリンターで自作しました。
木の根っこは余ったランナーをベースに製作しました。このロボット兵、過去に何度も作っていますが全然飽きませんね。プラモデル初心者にもおすすめですよ。フィギュアは服装を中心にエポキシパテなどで大幅に変更しています。フィギュア制作は手はかかりましたが楽しめました。以上、ご覧いただきありがとうございました。コメントなどありましたらお気軽にお声かけください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。